Kanyak, acting tare, siyag all the humats a chomilio. Oh, you in it equ yo. はい、おはようございます。久しぶりね、カップ麺を食べていきますよ。ね、完全飯。ね、完全飯です。これ、これ一つで栄養とバランスのがいいバランスで取れるというお話ですね、栄養バランスを考えるのがめんどくさい人にということでですね、忙しい現代人の味方になるんじゃないかということで、これを今日は食べていきたい。そしてこれね、完全飯ドリンクってのもありますから、これに関してはもうすぐ飲みましょう。すぐ飲んでいく、ね、乾杯。うん、もう飲み終わった。今日はね、スピード感あふれる動画でいきますよ。グリーンスムージーね、うん、味はね、うまい、飲みやすい、結構甘い、うん、栄養バランスが気になると言いつつ、うん、まあね、まあまあですよ。こっちどうなのっていう話でしょ。こっちバナナ&マンゴーね。こっちの方が好き。え？びっくりした。大丈夫だよね。これね、すごい濃いんですけど、このなんつーの、このパッケージが、中今見たら沼みたいな色してやがる。飲んでいいやつこれ。あ、そっか、パッケージで暗くなってるだけか。沼飲んでんのかなと思いました。でもこれね、どっちとも美味しい、うん、全然その味として美味しいから OK、うん、でね、今日のメインのこれですけども、これまあちょっと今から食べますが、今日はね、味変として、なんかこれ、ま、油そばみたいなんで、ちょっと味変しようということで、このラー油とか、これね、混ぜそば系にね、この山椒結構いいんですよ、うん、山椒とか、ちょっと魚粉系にしたいんでね、いつもの、これ、動画でやりましたっけ、極上海鮮だしの方ね、うん、これ、青の方、これね、結構好きなんですよ。これをちょっとパラつかせながら、味変しつつ食べていきたいと思っております。それでは、出来上がったとこまで飛ばします。はい、それではいただきます。でもね、ちょっとに匂い的にはね、じゃ、なんあんまりいい匂いではないんですね、うん、いただきます。まあまあかな。そんなね、すげえうまいもんでもないです。これやっぱ麺が多分ちょっと特殊なね、タンパク質とかがめっちゃ入ってる麺なんだろうね。うん。すげえ腹減ってたらうまいって言いそうな味、うん、今ね、お腹普通です。お腹普通の時に食うとまあまあかなっていう味です。うん、まあまあでもね、まあ、これで栄養バランスがまあまあ普通のカップ麺よりは
取れてるんであれば選択肢としてありなのかなとは思います、うん、じゃあ味変いきましょう。あのね、もうラー油がね、この結構ラー油感あるんですよ。なのでさらに足してもあんまり変わらんと思うが、これね、やっぱり山椒、これをこの油そばに行くんですよ、これね。これがね、おすすめですね、うん、これでは初めてやるけど、うん、うわ、この山椒の香りがね、すごいいい。うん、オッケー、めっちゃうまい、うん、思った通り、山椒バッチリ合う。これ山椒入れたらマジで化けますね、うん、で、ちょっと魚粉系いこう、うん、ね、これね、いやー、すっげーいい匂い、あー、いい匂い、もうね、これほんといい匂いするぜ、うん、なんなんでしょうね。で、このね、青はちょっとね、魚介系がほんと強いので、この混ぜ麺油そばに合うんじゃないかと、うん、いうことで行ってみましょう。これだよ、これだ、これだわ。これはうまい。こうしたらもうマジでうまい。このね、麺の食感がまあちょっと単純に小麦の麺よりはやっぱりちょっとねボソッとするんですけど、味はもうねかなり100点に近づきましたね、これで。うん、いいよ、すごいいいよ。うんまっ。これね、まあラー油はまあ元からラー油っぽい味してるんで、このね、もしこれちょっと一人暮らしの人でもう毎日カップ麺食ってるんですけど、ちょっとバランスよくしたいみたいな人がいるんだったら、これを買った場合、ね、この安丸だしね、これと山椒ね、山椒苦手な人多いけど、ぜひこれ好きだったらやってほしいね、うん、でこの山椒はあの中華料理作った時ね、オイスター炒めとかオイスターソース炒めっていうの、ああいうの作った時にも抜群に合いますから、うん、ぜひ。うん、これはもう文句なしにうまい。うん、はい、完食。ただまあそうですな、まとめて言うと、この山椒だったり安丸だしを足さねばあんまりこう私の中では美味しいと言えるものではないので、リピートはなしです。やっぱりね、これ単体で何も足さず何も引かずね、のポテンシャルのものをさらにね、なんかトッピングとかすることで爆発するじゃないですか。まあでもこれはあの美味しさっていうよりはその栄養バランスを売りにした商品ですから、味のことをどうこういうのはまあお門違いかもしれませんけれども、とはいえね、あのいつも言ってますが、美味しくないと続かない、こういうことでございますので、まあでしたということです。さよなら。恋夢です、恋夢です、恋夢です。ものすごく大きい声を出せますよ。